応援されている方がこれだけいるんだなとすごく実感しました。皆さん今日傍聴ね、あの僕がですね、X でポストしたんですけど、271番かな、ちょっと記憶定かでないんですけど、X 見ていただければ、271番、最後に入りました。1時半締め切りなんですけど、1時29分30秒に入ったので、僕が最後でした。で、もちろん271番は、傍聴券は当たらなかったです。271人中、20人しか今回、この警備法廷と言われる4295法廷に入れません。あとは18名が、まあその報道陣というところで半分が報道陣を占めているという流れでございます。38人ですかね、全部で。で、2時から今日第1回の、初公判というところで、3人が皆さん想像、あのテレビなんかで見たことあると思うんですけど、法廷に入ってくる時に手錠をつけられながらですね、入ってくるわけですよ。見たっとしましたね、黒川敦彦いや本当ね、元気そうで、であの率直な感想なんですけど、黒川痩せました。シャープな感じ で髪型もね、あの耳出てます、ちゃんと綺麗にカットされてます。ヒゲも剃ってました。ね、ヒゲが濃いあの黒川ですけど、ヒゲも綺麗に剃られておりました。そして根本涼介はもう痩せてましたね。多分中で鍛えてるんじゃないですかね。ちょっとタンパク質不足が感じます。僕もトレーニングアスリートなのですごく感じました。筋肉量が落ちてるんじゃないか、ただ痩せてる細マッチョになってる感じになってました。彼みたいなあのウェイトリフティング、あの無酸素運動をしてるような彼はやっぱりタンパク質が非常に重要なんですね。最低1日 60g 取らなきゃいけないと言われてる中で 60g が与えられてるかどうかちょっと不安です。まあ、細マッチョになってる、まあかっこよくなってるのは確かです。で、後ろをちょんまげしてるという感じでしたね。ユリが入れてんだけどね。そしてですね、杉田です問題児の杉田、はい、変わってません。すごっ、まあ、栄養とってるね。どうやって栄養とってるか、いや蓄えてるのか、実はあれはあの冬を冬眠するようなクマ体質みたいな高知署入る前にたくさん食べたんでしょうね、きっと。あの翼からお菓子の差し入れ異常に、なるほど、お菓子の差し入れで炭水化物を取って太っているという感じでしょうか。まあ3人元気そうでした。でですね、今日ですね、僕はあの YouTube ライブやるんですけど、ちょっとここを殴りがけしてですね、ページで言うとあの A4 用紙8枚殴りがけしてます。ほとんど前見れてません。で、殴りがけしてるんで、あの今雨も降っちゃってるんで、ある程度清書というかね、目を通して間違った情報をここで発信することはできません。なのでそれはあの今日あの割愛させていただきますが、まあ簡単な要約ですね。まず黒川敦彦、根本涼介、そして、杉田隼人は元気そうでした。そして、まあ、結論から言うと、僕の感想ですけどね、僕の感想の、まあ、結論から言うと、その戦う姿勢を見せているなという感じなのは黒川敦彦、根本涼介。杉田は、まあ、罪状を、まあ、認めて、まあ、任せるよというような感じでした。だ杉田が実際折れちゃってるような感じを見受けられましたね。なのでまあこれだけ半年間の長い交流、まあ、人質司法ですよね、こんな証拠がね、皆さんね、法廷の中で YouTube ライブなんていうのは見たこと僕ないんですよ。もちろん法廷の中って YouTube じゃなくて撮影禁止ですから、その中で YouTube をですね、でかいモニター3画面で傍聴席側、そして、まあ、被告側、被告人側、そして裁判官側に向けてモニター見せるんですけど、1時間我々見せられたんですよ。あのヘイヘイヘイ音頭だったりとか、太鼓を叩くとか、皆さんがあの中国補選、衆議院中国補選、江東区で行われたあの補選で、彼らがまあその立憲だったりとか参政党だったり、その参政党不倫とかね言ってましたよね。あのそういったところのまあカウンターに入った、まあ、彼らが言う凸ですね、凸っていうところの YouTube を1時間近く見せられた、これだけ証拠あるのに、証拠を要は黒川敦彦の証拠を使ってるわけですよ。まあもちろんあのスッシー今日来てるから、スッシーのふわっちも証拠になってたりとか、それこそ防犯カメラ、あの証拠を照らし合わすためにこの時間に来てるっていうことを
例えばコンビニの防犯カメラだったりとか交差点にあるようなそのライブカメラとかいうところの証拠を全部でね、検察側ですから高95章近くまで証拠があるんですよ。その証拠が動画なんです、ほとんどが。その証拠を1時間我々は見せつけられたんですね。で皆さんよく考えてほしいんですけど、その逮捕勾留っていうのは、まあ、もちろん4パチ勾留があり10日間の勾留が認められ、そして10日間の最大23日間なんですね。23日間でそこから起訴されるか、まあ、彼の場合は追起訴、まあ、その再逮捕再逮捕再逮捕で、追起訴みたいな形で、まあ、たくさんの、まあ、被害届があるので分からないでもないんですけど、ほとんど同じなんですよ。ほとんど同じことを他陣営にただやってるっていうだけなんですね。でももちろんそれだけ被害届が出されているので、まあ、時間捜査も時間かかってるのかな。ただ検察側の証拠がほとんど重複してる、同じようなことばっかり言ってるみたいな、もうその繰り返しなので、聞いてて正直1時間飽きたんだよ検察くだらねえ証拠出してんじゃねえよお前ら。そうだよ、証拠隠滅、証拠と逃亡の、それ逃亡するわけねえだろあいつらが。警視庁の前で凱旋するようなやつらがどこ逃亡すんだよ。金もねえよ、ガーシーみたいにドバイに逃亡なんかしねえよ。そして証拠、お前ら証拠なんだよお前、黒川の YouTube じゃねえか。お前全世界に公開されみんなダウンロード済みだよ。いつでも見れるものを証拠に出して、なぜ半年間、5月17日に逮捕され、そして半年以上も拘留されてるんだよ。今日俺傍聴来て、山ちゃんが託してくれながらいろいろメモってきた。これはしっかりと皆さんに間違った情報は与えないようにするから、電車の中でしっかり読んで、夜のライブに少し前倒してやるけど、思った、やつらはこの70年間法律が変わってない、この公選法70年近く、選挙のあり方もいろんな変わった。70年前 SNS なんかねえよな。そうだそうだ、よく考えてみ、選挙のあり方が違えんだよ。公選法も考え直さなきゃいけねえんだよ。そうだよな、東京都知事選挙で立花がポスタージャックやった、立花捕まってねえぞおい、そっちに警視庁それとな、兵庫県知事選挙斉藤元彦さん再選したよな、あれ立花ブーストだよ、ほとんど SNS だよ。要は俺が言いたいのは、70年間その公選法が何も手をつけられず、あやふやに一般市民がこれは法律に違反するのかしないのかっていう中途半端な法律のそのままの流れで来てるということなんだよ。インターネットでこれだけ普及してみんながスマホを持って YouTube ライブとかいろんなとこができる、インターネットを簡単に公開することができるこの昨今、法律が古すぎんだよ。そうだ、立花が言ってる放送法64条もそうだよな。テレビ設置したものはって、携帯は設置か、違うよな。というように、この選挙、この法律が古いということに対し、彼らはこの裁判を無罪と主張し争っていくということなんだよ。杉田はちょっとわかんねえ、正直杉田はメンタルやれてるかもしれない、でも俺が見てる感じだと根本も黒川も戦っていくっていう彼らのパワーをすごく感じた。黒川笑ってたもん、自分の動画見ながらハッ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 って笑って俺まで釣られて笑ってプッて笑って、もう警備員に怒られそうになった。でもよく考えてほしい、我々一般市民がヤジを飛ばしたら、もしかしたらこれ公選法違反で、もしかして選挙の自由妨害罪で逮捕されるかもしれないっていう、我々も考えなきゃいけないんだよ。彼らは候補者として、そして有権者としての立場として衆議院15区補選に出た、
我々が聞きたいことを代弁してくれて聞いてくれた立憲にあなた方の支持母体はどこですか？教職員？そういうところですよね。そういうところに少子化があるじゃん。それってダメだよねとか。まあ乙武さんのね、女性問題とかあんまり興味もない。はっきり言って。ね。それこそ小池百合子の学歴経歴詐称なんか俺も興味ない。でもそういうことを聞きたがる有権者がいるのは事実でしょ。その有権者が聞いたことによって、もしかして黒川のように杉田のように根本のように質問して公職選挙法違反に問われて半年間拘留されるってことはあったらならねえんだよ。そうだそうだろ。そうだ。これが有罪認められたら我々有権者は何もやしも問わせねえ。今回この裁判はものすごく関心があると俺は思ってる。関心持たなきゃいけない。我々国民は古い 法律がそのままずっと引きずそのまま何の手をつけられず、ある意味グレーすぎる。どっちが正しいのって、これは法律に違反してんのしてないのって分かんねえんだよ。それで裁判になってんだ。だから今回の次の第2回目の公判がまだ日程決まってません。追って、まあ、連絡が来ると思うんですけど、それの部分に関しては後ほどねライブちょっとやりますけど、2回目がまだ出ておりません。争う形になってますし、証拠が多い。あまりにもこれ相当長引くと思うよ。裁判長大変だと思う。名前忘れちゃったけど、なんか難しそうな名前でいて、もう黒川も裁判長の名前言いながら、僕は迷惑系 YouTuber ではありませんなんて言ってるからね。迷惑系 YouTuber と思いますか。迷惑系 YouTuber は立花隆であり、黒川敦彦らは翼の塔、これからの日本を変える人材だと俺は思ってる。本当に俺は黒川とか杉田とか根本が俺の活動であるな。ネット依存症救う会のネットよりリアルに去年すごく協力してくれて、豊洲バーベキューで友達役人で作る子やろうかなと。100人集まんなかった。90人集まったんだよ。だからさ、俺もそれだけ協力してくれたから、この裁判は最後まで見届けて声に出していきたいと思う。自分の YouTube だったり皆さんのプラットフォームを借りながら、これをちっちゃなうねりかも、ちっちゃなまだベタってる、なぎってる、うねりにもなってない、これをうねりに変えて、津波に変えてみんなに届けていようよ。まあそんな今日は裁判だったかなと思います。とにかく3人は元気、杉田は変わらず太ってる、太ってた、うん、だけどいい顔してたよ黒川は。根本も安心してください。以上です。はい、ありがとうございました。質問いいですか。はい、質問、はい、カーチェイスの件って言われてますか。カーチェイスの動画ずっと見せられました。そればっかです、証拠が。ってことは僕も映ってましたか。ね、証拠はね、3人しか映ってないかな。オレンジの人は映ってない。は映ってないと思います。わかりました。はい、なんかありますか。よかったって。よかった。怖え。なんか質問とか、ちょっと雨がね結構降ってきちゃって、書類の濡らしちゃうとまずいんで。